さあ、ということで始まりました、やっていきましょう、ドラゴンボールザッとカカロットと、まあ、いうことでね、もう大体もう皆さん満足したんじゃないかなって、まあ、大体ここでねブラウザバックする人がどうやら、ね、500人ぐらいいるらしいんですよね。あの前回の、はい、なんかあの傾向から見るとここでも大体もう皆さんあのああ満足したなみたいな、うん、ちょっとなんかもう、はい、なんか自分のことしようみたいな、まあまあね、ここでちょっとまあこの先どんな風になるか、どういう風にこのスイッチ、まあプレステ4でもあるけどね、 XBOX とかでもこの最新の映像でドラゴンボールをどういう風に再現してるかっていうのが、まあ一番俺の興味のあるところ。さあ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 、まああらすじなんですけどね、はい、ご飯たちの元にたどり着いた悟空はナッパを倒してベジータとの地球の名誉か、え、ちょっと待って、は、え、俺、え、ちょっと待って、嘘だろ、え、このご時世ってさ、あ、あの妙な光の玉は一体なんだ、オートセーブじゃねえの、マジかよ、え、待って、俺嘘だろ、はあ、ちょっと待って待って、マジかよ、くっそ泣いた、マジで、マジか、ちょっとマジかよ、しかもこっからかよ、なんとか勝てたって感じか、マジかよ、しょうがねえな、ちくしょう、ものすげえ気が上がってる、しょうがねえな、ちくしょう、自分を呪うわ、いやーマジないですさ、クソ残念だ、風呂入っていいぞ、風呂入ってくれ、風呂入ってこい、そうか、もうあれだったわ、もうてっきりもうシナリオ、まあ勝手にセーブされると思って、お父さんが死んじゃう、どっからだこれ、